おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は、伝説の騒音おばさん事件の内容と新事実について解説するわ。騒音おばさんって、なんだか聞いたことがあるようなないような。魔理沙は詳しく知らないのね。この事件はその特徴的な内容に加え、実は裏があったのではないかと噂されているのよ。裏？一体どういうことなのか教えてくれ。OK よ。それでは解説していくわね。ゆっくりしていってね。まずは事件概要からざっくり解説するわ。頼むぜ。事件の舞台は奈良県生駒郡へぐり町。とある主婦が約2年半もの間、大音量の音楽を流すなどの方法で騒音を出し続けたことで、近所に住む夫婦を不眠やめまいなどの体調不良によって通院させるまでになってしまったの。2年以上もそんなことをやり続けるのがなかなかすごいな。この主婦が引っ越しなどと大声で叫ぶ様子を映した映像はかなり独特なもので、テレビのワイドショーなどで何度も放送され、彼女は騒音おばさんの名前で有名になったわ。まあ、ワイドショーが好みそうなネタではあるぜ。それじゃあ、この事件について詳しく教えてくれ。騒音おばさんと呼ばれる主婦が大阪から奈良県へぐり町に転入したのが1988年のことよ。翌年、彼女は後の被害者である A 夫婦の隣の住民と喧嘩になり、両者の争いは裁判にまで発展したの。その時からすでに揉めていたのか。当時の喧嘩の相手は今回の A 夫婦じゃなかったんだな。それで、裁判はどうなったんだ？この時は被害の大きかった主婦、つまり騒音おばさん側が勝訴したわ。結果として敗訴した隣の住民は引っ越していくこととなったの。ふむふむ。被害を受けていた騒音おばさん側が勝訴するのは納得だ。問題はその後よ。主婦の争いの相手として、A 夫婦がターゲットとなったことで1996年に最初のトラブルが発生するわ。何が起きたんだ？ A 夫婦によると、1996年のある日を境に24時間365日、音楽が鳴り続くようになったそうなの。同年、彼らは最初の民事訴訟を起こし、最終的に最高裁で60万円の慰謝料を認める被告側敗訴の判決が確定したわ。ずっと音楽が鳴っていたらそりゃしんどいぜ。でも、どうしてこの主婦は騒音を出すようになったんだ？彼女が騒音を出し始めたのは、朝6時に布団を叩いていることなどを隣家の人に注意されたのがきっかけらしいわ。2002年11月から2005年4月に逮捕されるまでの間、CD ラジカセからユーロビートやヒップホップ、リズム&ブルースの音楽を大音量で24時間流し続けていたそうよ。そんな音を出している側もうるさいと思うんだが、そうしなければいけない理由が何かあったのかな。当時、主婦の家族は病気で入院しており、娘二人も逮捕の5年ほど前に相次いで亡くなっているそうよ。他にもある噂が流れているの。それについては後ほど説明するわ。さすがにちょっと気の毒だけど、それにしてもこの騒音おばさんの言動はかなりエキセントリックな印象を受けるぜ。マリサの言う通りね。それ以外にも、車のクラクションをむやみに鳴らしたり、取材に訪れた記者にものすごい形相でまくし立てるなどの気候が見られたことも報道に拍車がかかった一因と言えるわ。ああ、確かにそんな映像を見た記憶があるな。そんなことをされたら私でも体調を崩してしまいそうだ。本当よね。私もそう思うわ。引っ越せばいいかもしれないけど、そんな単純な問題でもないし。その裁判が終わっても、問題は解決しなかったんだろ？ええ。A 夫婦の奥さんは不眠や頭痛で約1ヶ月の治療が必要と診断されるほどにまで追い詰められてしまったわ。そこまで言ったら、もう警察沙汰じゃないか？その主婦を迷惑行為で逮捕することってできないものなのかな。主婦の行為を録画した映像はテレビでも盛んに放送されていたものの、主婦は警察官が訪問した時だけ騒音行為をやめていたの。そのため証拠が十分に集められずにいたわ。奈良県警は音の大きさの測定や被害者の診断書提出を受け、ようやく逮捕に踏み切ることができたというわけ。はは？はっきりとした証拠や被害がなければ警察は動かないって聞いたことがあるな。この事件もそのパターンだったのか。その通り。裁判後も嫌がらせは止まらず、翌年、防犯カメラに騒音おばさんが A 夫婦宅の玄関を蹴っている映像が記録されたわ。騒音おばさんの逮捕容疑は器物損壊だったの。それに対する裁判はどうなったんだ？検察側は一審の奈良地裁での論告求刑公判で、隣人に苦しみを与えた陰湿な犯行で、嫌がらせは約2年6ヶ月にわたった。騒音おばさんの町としてへぐり町の悪評を広めたとし、懲役3年を求刑したわ。騒音おばさんの町って、なかなかパワーワードだ。これに対し騒音おばさんは被害者女性が何でも私のせいにしたなどという内容を記載した便箋約70枚意見陳述書を読み上げようとしたんだけど、途中で裁判長に止められたの。さらに弁護側は音を流したことは傷害の実行行為とは言えないとして無罪を主張したわ。なるほど。
直接的な傷害行為とは言えないと。わからなくはないけど、難しいな。そして第2回後半で騒音おばさんは謝ってしもうたら、冤罪を認めることになる。自分に罪はない。認めるつもりはないなどと罪状を否認。証拠として提出された引っ越しと叫びながら布団を叩く映像が流されると、映像の音楽に合わせてリズムを取るなどの行動も見られたの。あまり反省している様子は見られないな。そんなことをしていたら、裁判官には良い印象を与えないぜ。結局、判決は？裁判長は判決理由として音楽を大音量で鳴らし続ける行為は、被害者に精神的ストレスを与え、身体の生理的機能を害するもので傷害罪に当たると認定したわね。うむ。納得できる理由だ。直接手を下されたわけではないと言っても心身ともに悪影響なのは間違いないぜ。続けて執拗かつ陰湿。反省の態度が感じられず、再犯の可能性も強いとし、懲役1年の実刑を言い渡したの。やはりそうだよな。この判決を受けて、主婦は控訴したのか？ええ。騒音おばさんは判決を不服として即日控訴したわ。検察側も納得せず2年以上にわたり積極的に危害を加えたのに、量刑が軽すぎるなどを理由に控訴したのよ。ほほう。なんだかこじれそうだな。大阪高裁の控訴審では、弁護側は改めて音楽を鳴らす行為は傷害罪には当たらないなどと無罪を主張したのに対して、検察側は長期にわたって警察などの警告を無視し、被害者に苦痛を与え続けており、一審判決は軽すぎると指摘したわ。ふんふん。裁判長はどんな判断をしたんだろう。裁判長は、傷害の確定的な故意があり犯行は陰湿。一審判決の量刑は軽いとして一審の奈良地裁判決を破棄し、それより重い懲役1年8ヶ月を言い渡したのよ。嫌がらせで1年8ヶ月の経過。どれくらいが通常なのか全然わからないけど、ここまでしなければいけなかった騒音おばさんには闇を感じるぜ。騒音おばさんは上告したものの、2007年4月に最高裁は被告側の上告を棄却する決定を下したわ。つまり、最終的に2審大阪高裁での判決が確定したってことか。最終的に彼女は1年8ヶ月の間、服役することになったのか？2005年の逮捕以降拘置が続いたんだけど、未決拘置日数のうち約500日は刑に参入されるの。よって実際に服役日数は約3ヶ月となったのよ。2007年7月、刑の満期を迎えて騒音おばさんは出所したわ。もう刑務所を出ているのか。随分お騒がせな人だったな。マリサ、もう裁判は終わったと思っているんじゃない？え？違うのか？2004年には被害住民から300万円の損害賠償を求めた2度目の民事訴訟を起こされているわ。2年後の2006年、最高裁は被告側の上告を棄却して200万円の賠償を命じた2審大阪高裁判決が確定したの。そうか。民事裁判もあったんだな。服役した上に200万円ものお金を払わなきゃいけないなんて、一体騒音おばさんは周りに迷惑をかけて何がしたかったんだろう。それじゃ、この騒音おばさんと呼ばれた主婦に隠された噂について話していくわ。おう、そうだった。この事件には何か隠された事情があったのか？実は騒音おばさんは加害者ではなく、被害者であったという説があるの。むむ？どういうことだよ？この説が本当であれば、マリサも騒音おばさんの気候について腑に落ちると思うわ。とは言っても、この説の元ネタは月刊誌の新潮45の2005年6月号特別ルポヒップホップ布団叩き騒動何が彼女をそうさせたかによるものよ。本当のことはわからないから、あくまで説として聞いてほしいの。気になるぜもったいぶらずに早く話してくれ。騒音おばさんが被害者ってことは、被害者とされた A 夫婦が加害者ってことになるってことか？ええ。事件の被害者である A 夫婦は某宗教団体の信者で、騒音おばさんが入信を断ったことがことの始まりなんじゃないか、とまことしやかに噂されているのよ。は？入信を断られたくらいでこれだけの事件に発展したっていうのか？それがこの事件の怖いところよ。騒音おばさんが入信を断ったことに腹を立てた A 夫婦が報復として彼女に嫌がらせを行っていたと仮説が立てられたというわけ。そうか、宗教によってはかなり熱心な信者もいるし、強引な勧誘もあるっていうものな。この A 夫婦もそういう人たちだったのかと思うとちょっと怖くなってきたぜ。でも、一番恐ろしいのはそれが真実だとして、全く報道されないところじゃないか？まさにそこなのよ。一部ではこの某宗教団体とマスコミがこの真実を隠蔽し、騒音おばさんを陥れたとされているの。騒音おばさん関連の動画には某宗教団体を誹謗する内容のコメントが多いのはこのためね。怖。触れちゃいけないタブーってことか。私たちも消されるかもブルブルブル。でもさ霊夢、報復って何をしたんだ？家の壁にバカ息子って書いたとか？某元女優じゃないのよ。じゃあそれについてあげていくわ。
おばさんの家に向けて強烈なライトを設置、自治会の班長に対しおばさんの娘を気違いと発言、盗み聞きした内容を近所に言いふらす。超嫌なやつじゃないか。こんなことをされたらめちゃくちゃムカつくぜ。まだあるわよ。自作自演によって騒音おばさんに濡れ衣を着せ、塀の落書きで民事裁判を起こし勝訴。24時間監視カメラで騒音おばさんを撮影、30人もの人間を連れておばさん宅へ抗議したことなどもあったそうよ。最悪だ。本当だったら騒音おばさんが精神に異常をきたしてもおかしくないぞ。これについて彼女は裁判で言い返さなかったのか？裁判で、判事から塀の落書きの一件を追及された途端、被害者夫婦は頭が痛いと訴えて突然倒れ込み、閉廷させたらしいわ。頭痛だってか。冗談じゃないぞ、そんなの。騒音おばさんは家族を亡くしていたでしょ？当時、彼女以外は難病を発病し、介護に追われているという情報もあったの。そんな大変な状況で嫌がらせをするなんて、人として最低だ。私もそう思うわ。それに、騒音おばさんは A 夫婦が引っ越してきた当時は、お茶を一緒に飲むなどいたって普通の人だったらしいの。A 夫婦以外の近所の住民には笑顔で挨拶したり、申し訳ないと謝罪するような姿勢を見せていたという情報もあるわ。え？そんな人があれだけのことをするなんて、精神的に相当追い詰められていたんだろうな。重ねて言うけど、あくまでも噂よ。2チャンネルで被害者が信者だという情報が拡散されたものの、A 夫婦が某宗教団体の関係者であるという根拠はないのよ。加えて舳倉町にはそのような組織などもなく、信者が多いという事実もないそうよ。土地柄として宗教色の強い場所はあるだろうけど、舳倉町がそうでないから信憑性は薄いのかな。ちょっと混乱してきたぜ。そうね。しかしながらこの事件の影響はやはり大きく、一審の実刑判決のニュースは朝日 .com で週間1位のアクセス数だったわ。海外の新聞でも報道され、見出しにはミセスノイジーという呼び名が使われたほどよ。ミセスノイジー。なかなかのパワーワードだ。また、騒音おばさんという単語は NHK の未来観測つながるテレビヒューマンのブログキーワードの週間ランキングにもランクインしたの。もはや流行語のような扱いになっているな。それだけ世間を騒がせた言葉だったってことか。舳倉町は当時大騒ぎだっただろうな。ええ。町は近隣住民から100回以上の苦情が殺到したんだけど、これまで取り締まる根拠がなかったため口頭で注意するしかなかったみたい。こればかりは正解がわからないな。そこで2006年3月、騒音おばさんの町と呼ばれてしまった汚名返上を目指すべく、舳倉町では舳倉町安全で安心な町づくりに関する条例が24日に全会一致で可決されたの。ほう。具体的にはどんな条例なんだ？音や不法投棄などの近所迷惑行為を禁止するものよ。詳しく説明すると、公共、私有地の区別なく午前8時から午後8時に65デシベル以上、午後8時午前8時は60デシベル以上を騒音と規定し、罰則はないものの違反者には制止命令や文書での警告を行うことが定められているわ。60デシベル？それってどれくらいの音なんだろう。掃除機の音が60デシベル以上だそうよ。これは同年6月1日に施行されているわ。ほほう、確かに近くでずっと掃除機の音がしていたら辛いぜ。何にせよ、騒音だけじゃなくてご近所トラブルも起きないように平和に暮らせることが一番だ。引っ越すのも大変だものね。道徳心と思いやりを持って人に接することが何よりも大切よね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。